ビソチノエコリツォとは、リング状の、キエフル式の女性の装飾品である。ビソチノエコリツォは、金、銀、銅、青銅等で作られていた。リボンか革紐で、頭飾りや、帽子類に吊り下げ、通常は、米紙のあたりを飾った。時には紙に直接固定したり、耳たぶに、ピアスのように取り付けることもあった。また、 ルーシの核部族によって様々な形態のものが作られていた。この点から、ビソチノエコリゾは、ルーシの女性の装飾品としては最も特色の見られるものである。同類の装飾品のうち、最も古いものは、ヨーロッパでは、カタコンベ文化、ウーニエチセ文化の墓や、青銅器時代の未ーネやトロイの埋葬地から発見されている。また中央アジアのカラスク文化でも、 同類の装飾品の発見がある。それより時代が下るものとしては、チェルノレス文化の埋葬地から出土するものがある。とはいえ、8から12世紀のスラブの文化において多様性が現れ、これらの装飾文化の真の最盛期を迎えた。また、スラブのリングのデザインは、アラブとビザンツの文化の影響を受けたものである。ルーシのビソチノエコリゾは、他の宝石、また、 壊れたものの大部分はおそらく支払いの手段として用いられたろう考えられる。ルーシのものは中世後期の北カフカスでも発見されている。また、その形状からいくつかのタイプに分類される。例えばルチェボエビソチノエコリゾは放射状に伸びる突起を持つリングである。このタイプの初期のものにはドナウ川を起源とするラジミチ族とブヤチチ族のものがある。ロシアのザライスク。 ウクライナのポルタバ、ノボトリツコエジョーシアト等で発見された9世紀のリングもこの中に含まれる。また、ベラルーシ側のプリピャチガー流域のホトメリスクジョーシアトで発見された8から9世紀のリングとも関連性が見られる。ビソチノエコリツオには以下のようなものがある。J.13-94 ポーランドウクライナバルトシ、P40ABJ.2007-8AB ぜ、ラインクシー、アーカイブド2013年4月17日、アットアーカイブ、イズ、ありがとうございます。